内海利勝 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾートホテル&スパコスタビスタ沖縄、交わびて輝きの中に溶けて時を超えてゆく。セポヘイト筋30年横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油源、スーパーレ髪油源、スーパー一筋30年横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow. 横浜の野毛あぐら亭 .com で検索してください。登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、どうも1週間のご無沙汰、はい、今年はいろいろありましたけど、ね、もう驚かされましたよ。ね、本当に、まあ、サプライズということで、サプライズすぎですよ、まあ、うん、あの秘密にしておきました。よく秘密守れましたね。何でもいつも喋ってしまうのに、ね、うん、まあ番組はいつも通りね、進めていきたいと思います。お願いしますよ。じゃあやっぱり1曲目、僕の大好きなね、ブッカーティットやムジーズの曲で、はい、ヒップハングハー。ほうヒップハグハこれをどっちがハグする、ヒップがハグするのかな、彼女がヒップをハグするのかな、彼女のヒップを、これインストルメンタルだから分からない歌詞があっても分からないけど、おかしい、ずいぶん爽やかですね曲、うん、題名に比べて、ああそうだね、急にだから発作、うん、心臓発作みたいな、多分日本で今食いすぎなんだけど、日本って美味しいから、うん、外人いっぱい食べるらしい。でもほらお刺身みたいなローフィッシュとか、まあまあ、体に今まで食べて天ぷらとか油もんだからさ、でもあれですよね、向こうのステーキとかの方がかえってさっぱりしてますよね。はい、日本の和牛は結構ね美味しいからね、美味しくてこってりしてるからね、油の、いいですね、このギター。
いやもう僕はこのバンドが大好きでね。ええ。あれですよ。ただ残念なことにここのベースのあのドナルド・ザック・ダンっていう人が、日本に来てる時に亡くなってしまいましたね。ちょっと残念ですけど。でもこの題名に比べれば随分爽やかな曲ですね。まあ確かにね。ちょっとびっくりしちゃいました、ね。1967年の作品ですから、まあ、もう30、40年近いか、40年までいかないけど、30何年経ってますけどね、やっぱり未だに焦せない感じがね、します。そうですね。これで今日はやっぱりメール結構来てるんで ね、うん、ありがたいですね。はい、シルクのリーダー、ね、久しぶりだね、岸和田の人ですけどね。こんにちは、9月1日、日産スタジアム感激しましたと。当日飛行機で東京に向かい、行列のメッカスカイツリー、そしてまた行列の日産スタジアム、ライブが中盤、そして内海さん登場に感激感激と、ライブが終わって大船へ向かおうと、あ、大船に来てこようとしたんだね、またまた行列、しかし規制がかかって電車になかなか乗れずに、電車に乗れたのが10時53分、あ、もう終わってたんです、ね、そうなんですか、私も9時頃に着いちゃいましたから、大船にたどり着けずに、泣く泣く東京のホテルに向かいましたと。ね、罪にお目にかかれる日を楽しみに頑張りますと。しかし、しっかりとこの目に焼き付けましたと。ね、チミさんと矢沢さんの革ジャン、その後演奏。そしてその瞬間と、幸せな、とても幸せな時間をありがとうございました。いつまでも素敵な内海さんでいてください。そしてお体にご自愛くださいませと。今週はね、放送は仕事できませんが、お便りだけ届けさせていただきます。ありがとうございます。ね、わざわざありがとう。ね、岸和田いいとこなのよ。ああ、そうですか。岸和田の人ってのは岸和田の中からあまり出ないらしいんで、ね。出てきてくださったんですね、飛行機で。で、北郎ちゃん。北郎ちゃん、ね、はい、内海さん、愛美さん、こんにちは。こんにちは。いや、しかし、辰巳さんもサプライズが多いですが、今回の内海さんのサプライズには、本当にびっくりさせられました。本当てるちゃん、てるちゃんってあのハープのね、何人かの友人から2日の朝にビッグニュース、内海さん、矢沢日産スタジアムライブでゲスト出演、などの連絡がありまして、私も慌てて劇前のキオスクに行きました。どのスポーツ新聞が一番でかく書いてあるか、一つ広げていたら、急に店のおばさん、お客さんやめてくださいと。新聞広げられたら芋にならなくなんだよと怒られてしまう。なので4つも買っちゃいました。いいことです。しかしそれも絶賛でした。37年ぶりの共演、本当におめでとうございましたね、伝説のロックバンドキャロル万歳万歳、PS、ようやく雨が降ったのでキャベツが植えられた、ね、いきなりキャベツの話題になるんです ね、北尾ちゃんそこでね、今度キャベツができたら待ってます。いいですね、で、加賀美さん、加賀美さん、ね、この昨日かな、茶道に来てくれましてね、サプライズ、ライブの後だったんですが、たくさんのね方が来てくれ、そう、茶道もやっぱり、結構、辰巳の、還暦祝いっていうのもあったんでね、結構お客さん入ってくれましてね、ライブで途中、内海さんの奥さんが来たり、内海さんが街の歌詞を忘れたり、そうなんですか。普段はめったに見られないことがたくさんあって、本当に楽しいライブで、まあ、普段茶道はあんまり混まないっちゃ混まないから、混んでんで、なんか緊張したのかな。それから内海さんの奥さんにね、いろいろ気を使っていただいて、とても感謝しております。よろしくお伝えください。今度は夫婦二人で行きたいと思ってます。ぜひね、体の調子のいい時来てください。ただいま、CD をね、プースカフェの CD を差し上げたんですが、まあ、じっくりと聞かせていただいておりますと。では、内海さん、恵美さん、また暑い日が続きみたいなので、お体には十分気をつけてお仕事を頑張ってください。ありがとうございます。加賀美さんもご自愛ください。松野正興さんって読むのかな、これ。ね。内海さん、恵美さん、こんにちは。ご無沙汰しております。はい。うちゃん、1日の日産スタジアムお疲れ様でした。ネットのニュースで見てびっくりこきました。やっぱみんなびっくりですね。A ちゃん40周年のライブにスケジュール開けたんだけど、呼んでくれないから予定入れちゃったっていう。そうそうそう、放送で、鉄板ね、鉄板でもないけど、聞いたのはまさかとは思いました。やっぱりやったんですね。まあでもその時には多分、お話はいただいてなかったと思う、ね。そうなんですか。まあでもいただいても一応まあサプライズってことなんで、内緒にしようっていうことを打ち合わせしてたんでね。言えなかったんですけども、もしそうだと分かったら仕事なんてほっぽり出していったのに、みたいなね。めっちゃ残念ですと。後ろ姿の写真を見ましたが、当日はリーゼントしたんですか。聞いたのやっぱりスタートした、そうですよ。一応、まあ、油じゃないですけどね、ディップで、まあ、普段もやってますけど、弾いたのはストラトで、まあ、これは当時のストラトじゃないですけどもね、A ちゃんのツアーが始まるようですが、サプライズで時々出たりなんてないかな、あ、多分ないと思いますね。あるならこっそり教えてくださいって。
うん、難しいね。ない、ありませんから大丈夫です。どんな、いろいろ書きたいんですが、キリがないので、続きはまた今度にしますと、うん。まだまだ暑い日が続きそうな体調に気をつけて頑張ってくださいと。そうですね。ね、うん。あ、まっちゃん。ね。ね、まっちゃん。まっちゃん。ね。さて、先週は内海さんの暑い暑い大仕事で、ファンの人も多くのメディアまで大騒ぎでしたね。と、キャロルファン、内海さんファンとしては、とにかく37年間、待ち続けた瞬間でしたからね。そうですよね。うん、感動の様子や感想は他の方にお任せするとして、ウェブ管理人としては来年の内海さんの還暦祝いに先立ちまして、ホームページの大改編を計画ね。はい。うん、かっけえ。今回はプロのウェブデザイナー、うん、ね、そうちゃん、このね、YouTube にね、うん、ウェブのまさちゃんにお願いしたんですが、まあ、まさちゃんも忙しいんで、まあ、すぐっていうわけにはいきませんが、ああ、でも楽しみですね。徐々に、まっちゃんと二人のコラボになるんでしょうね。やっていきたいと思います。どうぞ、皆様お楽しみにしてください。うわ、楽しみにしちゃいますよ。うんうん、で、じゃあちょっと、もう少し、もう一曲やっちゃおうかな。そうですね。はい。一曲、まあ、まあ、またちょっと、古い。いいじゃないですか。私の大好きなね、ブラインドブレイクって言ったんですけどもね、はい、うん。これちょっとこの人はどちらかというと、ブルースのカテゴリーに入れられてるんですけれども、ラグタイムっていう音楽のジャンルに近いんですよ。近いっていうか、ほぼそうなんですけども、はい。その中でもこの曲はちょっと一緒風かな、ちょっとこう、マイナー系のね、割とちょっとまあ、暗いとは言わないんですけども、こう、割としっとりとした曲ですね。聞いてください。ロープストリーチンブルーズ、パート1。おう。パート1ってことはパート2もある。あるわ。っていうか同じ曲を2回撮ってやったりするのよ。うん。だからそれの出来のいい方を普通に CD にしたりしてんだけど、マニアはさ、そうじゃないのよ。聴きたくなるじゃん。そうすると、パート2、パート3まである。ああ、そんなに。じゃテンポが違ったり、ちょっとフレーズが違ったりするぐらい。これなんか割とスローテンポ。うん。キャロルの CD 持ってきてくださいました。ありがとうございます。モンスタースタジアムで見てくださったそうですよ。うん、美味しいですね。じゃあそれで結構もう顔つきのある親父多いからああでも意外とね、もうほら迫力ある人が多そう。まあそうです。迫力ある。子供に選びますまあ、ギターこの人のギターっていうのはピアノのようにギターを弾くっていうことで、そういう証言をよくされてたんだけど、あと声も俺好きでね、なんかこう鼻にかかったようなさ、なんかこう哀愁があってさ、こうなんかねこう染みるのよね。まあ
どんな人にもこう、あ、この曲すごく感じるなって曲ってあると思うんだけど、うんうん、まあそういうタイプっていろんな人がいるだろうけどさ、でも俺はこの人を聞くとなんかね、なんかこうジーンときちゃうんだね、なんかね、染みてくるんですね、染みてくるんだよ、ということでメールを読んでいただきましょうかね。はい、はい、クルーズコさん、こんにちは。ね、リクエスト、うん、ファンキーモンキーベイビー、うん、そうですよね、うん、うっちゃえみさん、こんにちは。こんにちは。うっちゃん、日産スタジアム行きましたよ。まさかまさかの登場でしたね。A ちゃんに呼ばれていないライブ入ってるとか言いながら、うっちゃんのサイトは見られなくなってるし、そうそうそう。ね、ライブ。まあ、あれはね、偶然なんですよ。そうだったんですか。サーバーがダウンしちゃって。で、今はもう復活してますけどね。あ、よかった。関係あるのかなって私も思っちゃいました。いつもそうなの。俺、ま、この間の CD、スタンプを出すときも、ホームページダウンしちゃって。ここだろっていう時にダウンしちゃうんだよ、うん、そうだったんですね。間が悪いったらです、ライブは貸し切り出しで怪しいとは思ってたんですが、でも A ちゃんとのツーショットは感激でうるうるしました。全国のアマバンドに嫌な顔一つもしないでセッションしてくれるうっちゃんがステージに、いつものうっちゃんが A ちゃんと、しかも革ジャンに革パンでかっこよかったですよ。この日一番の演出でしたね。うっちゃんかっこええ。ほんとかっこよかった。私もそう思いましたよ。ところであの革ジャンは A ちゃんサイドが用意したんですか？あ、どっちとも言えないね、これはね。うん。内緒にしとこうか、これ。そうなんですね。ということですよ。うん。ほんとよかったな。ブスカちゃん、こんにちは。うん、リクエスト、秋の始まり。こと、夏の終わりじゃなくて秋の始まりになっちゃった。秋の始まり。かけるよ、ちゃんと。ね、うん。ウィス、ブスカです。うわ、ギャー、ムワン、うっちゃんが、矢沢永吉くんと共演、うん。くんってか。くんですか。すごいですね。うん、1日都会では大雨の集中豪雨に見舞われていたが、うん、念願の百名山。私物山っていうのかな、私物山ね。ね、至る仏の山を、うん、快晴の中、あ、そうだったんですね、うん。登り終えていた。うん。尾瀬のキャンプ場で。尾瀬いいね。ね、うん。バーボンを飲みながら、今日は最高の夜だとつぶやいていたら、携帯の電波が届かず、チクロさんから興奮したメールを見たのはやっと、二日の昼過ぎ。うんうんうん、ああ。世間では大変なことが起こっていたのであった。A ちゃんとうっちゃんが共演。感動、興奮、感激。じっくりと映像が見たいです。会場は大上がり、盛り上がりだったそうで、そりゃそうだろうな。飛び入りだったそうですが、いつ頃オファーが来ていたんでしょうか。川崎 FM のリスナーだけにそっと教えてください。リクエストよろしくお願いします。ルイジアナやファンキーモンキーも聞きたいけど、うん、いつかライブ音源も聞きたいなぁ、ブワイ。そんなのあるんですか、ライブ音源。ライブ音源はあるとは思うけどね。だから、ブートレックってことかな。うん、そういうのはね、何回か聞いたことあるよ。うん、こんなのは、だから北海道のどっかでやったやつとか。あ、この日大行動とかね。うんうんうん、ね、もう一個読んでます。はいはい。はい。いやちゃーん、うっちゃえみんさん、こんにちは。はい。日中まだまだ暑いですね。さてと、ここからはうっちゃんが続々とリスナーからの同じ質問攻めになると思いますが、私も漏れずに行きますよ。うっちゃんやってくれましたね、37年ぶりに。それもサンバーローズのストラストを持って、A ちゃんもビワベースを持って。うわ、何年ぶりか。ロケンロールの血が騒ぎ。ん？騒ぎ立てて鼻血を伸ばしてしまいまして。本当ですか？それは言い過ぎですか？そうでしょうね。え？あ、はい。あ、やっちゃん、あ、後ろにやっちゃんさん本人が登場です。うわごめんなさい。いいのかな、メールあれして。本人来てた。ね、どういう経緯だったのか、うっちゃんも気持ちが良かったでしょうが、ぜひ感想をとも、生でうっちゃんの口から聞きたいと思うので、よろしくお願いします。いや、楽しかったです。スタジオの前に、ね、やっちゃんさん初登場で。ね。うん、ありがとうございます。ね、いや、実に楽しくね、やらせていただきましたよ。もうやっぱりさすが A ちゃんで、至れりでね。至れりって何うん、もう、控え室も広いところをね、用意してて。まあ、行ったのは私とかみさん二人だけだったんですけどね。あ、そうだったんですか。うんうん、で、まあ、大船に行く時間もあったんで、申し訳ないけど、出番終わったらすぐ行かせてもらうってことにしてもらって、理解していただきましたね。もう船の方、貸し切りっていうのはね、いつもやってるイベントなんですよ。鎌倉の僕の同級生とか先輩が主催してるところがあってね、そこでお願いしてね、やらせてもらったんだけど、ね、なかなか。すごいですね。で、これ、A ちゃんのビワベースっていうのは、その当時のままなんですか？いや、違うと思うけどね、形は同じだけど、いろんなものがあって、だからどうなんだろうな、
いろんなパターンが出てんじゃないか。形は同じで、要するに最初の頃は、いい矢沢とかって入ってたと思うけどね。あ、そうだ、なんかいきなり耳が聞こえなくなった。大丈夫ですか。はい、うん、まあいいや。はい、へえ、興奮しますね、うん、ってことでさ、じゃあ曲いきますか、はい、ね、うん、これね、もう有名な曲なんだけど、朝日の当たる家っていう、はい、皆さん多分アニマルズで、ね、知ってる、うん、一度はね、ベンチャーズもやってるし、いろんな、人もカバーしてやってるんで、ね、イントロはギター弾き、ね、弾くの弾き始めの時もさやりたくなる、覚えるのにいいコード進行なんだけど、その曲をね、かけたいんですが、この曲はいろんな逸話がありましてね、で実は誰が作ったかはあんまりはっきりしてない曲なんですよ。だからアンノーンってよく昔の古い歌にはあるようにね、そんな歌なんですけども、このでボブ・ディランが今日やるのをかけるんですけども、で中にね、デイヴ・ヴァン・ロンクって人が、ディラン、ボブ・ディランに教えて、ディランがアニマルズに教えて、アニマルズのレコードによって世界的にヒットしたという。うん、だから不思議な、なんていうの、流れを持ってる曲なんですよね。それで、最初にボブ・ディランに教えたデイブっていう人が、自分がレコーディングする前に、ディランが自分のアレンジで使ってレコーディングしたんで、大いに怒ったと。お前なんで俺より先にね、お前が俺に教えてやったのに先に録音して出しちゃうんだよと。でもその気持ちもわからない。わからないでもないよね。まあ誰が作ったかはわからない曲なんです。原曲はアラン・ローマックスって、この人はね、ブルースの発掘人と言われる人でね、もう1937年にケンタッキー州でこの曲を発見したっていうかね、だから誰が歌ってるのを聞いて、それをテープに録音したりしてる人なんですよ。この人はブルースの本とかね、そういった歴史的な観点からいろんな本を書いてる人なんですけど、僕もこの人の本面白くて何冊か読んでるんですけどもね、興味のある方はこの人の話面白いですから、よかったら読んでみると面白いかもしれない。それでまあその流れで切って、もともとブルースの中の曲だったと思うんだけど、誰が黒人が作ったのか白人が作ったのかも定かでないという曲なんだけどもね。実はそうそうそう、みんなそう思ってるよね。だけど実はそうではなくてね、ボブ・ディランが尊敬するウディ・ガスリーって人がいるんですけど、その人もこの曲を歌っていたという。あ、そうなんですか。やっぱなんか縁がある曲なんでしょうね。じゃあそれを聴いてください。ボブ・ディランが歌ってるんですか。ボブ・ディラン、これはボブ・ディランのバージョンです。はい、朝日の当たる家。はい。声ジャンジャパジャパジャンジャパジャパジャン。さすがですね。あの女性なんてお名前だったかな。There is a house down in New Orleans。 わー、全然違うな、ここは。なんか民謡っぽくなりますね。そう、民謡。元々多分こういった曲なの。あ、だからもう途中で、で、そうしちゃう？うん。もうこれずっと流しちゃってください。途中で喋るかもしれないけど、まだ今のところ流しちゃっててください。まあ、カット。はい。はい。My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. さっき読みましたよね。もう全部読んだ。声かけたんですね。
When you face the cards around, and your only pleasure it gets out of life is rambling from town to town. This is the CD. Yeah. Yeah. あんな可愛い顔してる時に、これがデビュー、デビュー版なんですね、アルバム。顔と合わないですね、声が、ね、全然合わない。だからわざとだよね。わざとだから、あのウディガーズって人がこういう歌い方するわけ、はい、それも真似してる。あ、だからそのアルバムは、あのこのアルバムはあれだもん、カバーがほとんどで、自分が作った曲は2曲しかない。その後からこの次が風に吹かれる、ああいう曲が入ってる、それはまだカバーの何曲か入ってる。これじゃあカバーばっかりなの。ほとんどカバー。それもあの古いよ。まあ俺が好きだった時代のやつ。なんか顔と合わないな。ね。だってまだ二十歳だから。すごい可愛い顔してるじゃないですか。二十歳でこういう歌を歌うのちょっと変だよ、変だよ。でも当時はそういう時代だったんだよね。なんかこうフォークブームじゃないけど。学生たちが集まる店で、みんなアコースティックのこういろんな古い歌をさせて、学生時代。そろそろ喋りますけど、うん、そろそろ喋ります。なかなかね、渋いですね、渋いよね。この当時ボブ・ディラまだ二十歳ですからね。二十歳の声ですか。二十歳でこういう歌を歌うのちょっと変態。まあ、うん、ね、今日ね、で、まあ、今日はいろいろメールもいただいて、まあ、キャロル関係の曲はちょっと今日は書けなかったけど、まあ、来週はなんかキャロルに、まあ、曲とは限らないけど、キャロルに付随した、あ、どうしてこんな曲をやってたのかなとかというような曲もちょっと考えてね、入れたいと思ってます。私ちょっと質問していいですか、うん、あのほらよく最近内海さんブルースで、うんうんうん、あの君をファンキーモンキービーブとかルイジャナやってるじゃないですか、うん、でこの間日産スタジアムでは、うん、あの時は、まあ、あの時はキャロルアレンジで、うん、まあ、ルイジアナだけちょっと途中の部分がこうアレンジしたっていうか、あの繰り返しのところをね、あの引き伸ばしたって感じは、あの、まあ、コーラス隊もいたし、あの愛の手だよね、愛の手、ね、うん、コールアンドレスポンスじゃないけど、そういったところを強調したと思います。あ、結構昔に戻らなきゃって言うんでしばらく練習しました。また違う、いや、あの練習はもうしないですよ、だって、いつもやってる曲だ。あ、まあね、まあ、アレンジはちょっと違うけどね、だからただキーが違うだけで、ああそうなんですか。もう、うん、A ちゃんもしっかりちゃんと弾いてましたから、しっかり弾いてましたから6万5千人の鑑賞、ね、ってどんな感じに見えるのか。ただね、あの真っ暗でよく見えないんですよ、うん、あのステージから見るとちょっと頭が、あ、あ、いっぱい、とにかくいっぱいいるなっていうのと、もう遠、すごく広いなっていうイメージしかなくて、だから、あの、あんまりこう、なんていうの、緊張しないっていうのは変だけど、あの、実感があんまりわからなかったね。でもその、うわーっていうのはすごいでしょ。あの、それがなんか地鳴りのように、うっての聞こえてる、ね。うん。まあ、やっぱ感動しましたね。ね、素晴らしい。まあ、ありがたい話ですね。ね、今日その日産スタジアムまで見に行ってくださってた、ミンパンさんが。ミンパンさん。ね。まずはここまで来てくれる。ね、来てくださって嬉しいですね。ヤッチャンさんも来てくれるしね。うん。じゃあまたね、来週はね、またなんか考えて、ね、あの、皆さんのご希望に応えられるかどうか分かりませんが、いっぱいリクエスト来てる割には全然、まあ、基本的にあの、ね、私好きなことやらせてもらうって条件でこうやらせてもらってるん で、ね、あの好きな曲をいろいろかけたいと思いますが、うん、まああの、うん、キャロルにね関係した曲もね、少し、あ、まああの基本的に俺が育ったあの、うん、ところから出てきてるもんだから、その辺を聞いていただければいいなと思って。ね、うん、でも内海さんの選曲私好きだ。あ、そうですか。いい感じでね。ではね、うん、はい、では何かお知らせありましたか。お知らせ、あれ、あのお寺でライブ、あ、お寺のライブ、あの10月の28日に、はい、あのこれはあのちょっと違う、あのマリン春江さんという女性ボーカルのユニットをやってまして、ゴッツピンクって言うんですけどね、県庁寺でやりますので、鎌倉の、あのぜひね、あのちょっとロックンロール系でも何でもない、あのどちらかというとこう、無国籍系の、まあ、癒し系というのか、そういったあの
キーボードと、私ギターと、あとパーカッションとボーカルっていう編成なんでね、まあ興味ある方はね、ぜひ見に来ていただければと思います。そうですね、うん、9月26日のゲストは壊れた街をね、うん、そうそう、サラちゃんバージョンで歌ってくれてるサラちゃんが来てくださいます、ね、また思わぬビッグゲストも来てくれるね、うん、楽しみ、ね、うん、言わないでおこう、はい、はい、うん、そんなわけで次のコーナー行きます。はい、スポケット筋30年横浜の芸あぐらてスポンオイル配合スポレ肌油源スポレ髪油源スポンヒット筋30年横浜の芸あぐらてOh, wow. 横浜の芸あぐら亭 .com で検索してください。